紹介していきましょう。こちらはカリフォルニアアシカという種類です。男の子でまだまだ新人のレイ君です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回はレイ君と一緒にアシカの魅力を皆さんにお伝えしていきます。最後までのご声援よろしくお願いします。始めていきましょう。まずはアシカという動物についてお話をしていきます。アシカは二足類、ヒレアシ類と呼ばれる動物の仲間です。ヒレアシというくらいですので、前足と後ろ足がヒレ状になっているのが特徴です。はい、今特徴的な大きな前足を見せてくれています。じゃあ後ろ足も少し見せてもらいましょう。できるかな。さあ、後ろ足、少し見えづらいかもしれませんが、後ろ足もヒレ状になっています。ただ、前足とは少し形が違いますね。先が分かれた形をしています。この前足、後ろ足の中には、ここに分かれた指の骨が入っているんです。ですので、いろんな動かし方ができます。例えば、前足をこのように動かして、はい、手を振ることもできます。はい、しっかりと見せてくれていますね。そして、前足、両方を使うと、はい、拍手を振ることもできるんです。ありがとうございます。そして、この前足、水中を泳ぐときには、水をかいて泳いでいますので、とっても力強いです。では、その力強さ、皆さんに披露しましょう。前足だけで支えられるくらい、とっても力強いですよ。いやー、いつ見事なポーズ、そしていろんな動きを紹介してくれましたね。あ、この動き、組み合わせると、なんだかダンスが踊れそうだなと思うんですが、レイ君、踊れますかね。レイ君に聞いてみましょう。レイ君、ダンス、踊れますか？はい、すごい歌ってくれてるので踊れそうです。じゃあ今から曲を変えてダンスを踊っていきたいと思います。ぜひ皆さんも一緒に曲が変わったら手拍子をお願いしますね。それではミュージックスタート。
練習をしているんですが、まだまだ紹介したいアシカたちもいますので、ここでメンバー紹介をさせてもらいます。はい、わかりました。それでは、レイ君とはここでお別れです。最後はしっかりご挨拶で、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、このバッターを頑張りました。明日、もう一度ご紹介です。カリフォルニア明日のどこどこルンルンでのステップでした。頑張ってます。レイ君でした。最高、かわいいステップでしたね。さあ、レイ君、今日で活躍するアシカの中で唯一のどこどこのアシカさんでした。アシカの魅力を皆さんに少しずつ伝えてくれました。さあ、ここからは別のアシカ、伊藤のアシカたちがやってきます。そして、このアシカたち、ステージだけではありません。皆さんの目の前、左右のウッドデッキブルーレットとして、たくさんのキャッターチャンスのプレゼントに向かいます。ぜひ、先ほどよりも近くまでアシカがやってきますので、たくさんお写真撮ってあげてくださいね。ですが、今から目の前にアシカたちが出てきますので、今からのお時間は、前には絶対に降りてこないようにご協力をよろしくそして近くに来た場合は、アシカたちは実は遠心には短い毛もたくさん生えています。そういった細かい部分も見ていただけると思いますので、ぜひ観察してみてください。さあ、それでは左側からやってみましょう。こちらも同じくカリフォルニアアシカの女の子、ハリンちゃんです。よろしくお願いします。さあ、それでは早速ですが、アシカたちがボールを使った得意技に挑戦しましょう。せっかくなので、アイちゃんはウッドデッキブルー、ハリンちゃんはステージを行います。さあ、アシカたちのヒゲの動きにご注目ください。それでは行ってみますよ。鼻先にボールを乗せると、ゆろどうですか、ヒゲがちょっとずつ動いてるの分かるでしょうか。いいバランスよくこれはいいよいしょ。はい、アイちゃんが今頑張りました。
かわいらしく胸びれを振っていこうです。よかったら腕形に手を振り返してあげてください。
首が最後のダンスになります。最後は両手を使っていきましょう。両手をグーパーグーパーと上下に動かしていきますよ。腕形の動きにもご注目ください。それでは行きましょう。せーの、グーパーグーパいよいよクライマックス。ここからは豪快な